ここなら上がれる滝じゃない。いけるかな、いけるかな、いけるかな。こう、あんまり危ない危ない危ない。登る。よし。あんまり頑張りを使わずに登れたはず。これで上からだったら探せるんじゃないかな。頑張れ。どうだ。危ない。あー、これは良くない。あー。どここれ。何？え？初田さーの祠。あ、これあれだ。また滝の中だ。わー。すごい、なんか事故っぽいけど見つけた。やだー。やったすごいちょっと事故だったよかった。まあ、今ちょっと祠探し真っ只中だったからとっても嬉しい。よし。どうだろう、ここはバトルかな。バトルだとちょっと武器が心もとないんだけれども、できればパズル。どうだ、この画面ではまだわからない。パズルだね。成功のタイミング。ほう。これは起動させるタイプの。あ、そうだね。なるほど。これはきっとこれをこの辺りに置き、こうするタイプのものだね。それはどこにどう？あれに右側の扉みたいなのに当てれば跳ね返ってそのくぼみにはまるということか。いつだ？これぐらいでどれぐらいの？あー、おー、いやー、当たってないけどなんかいけたーよ。おーおー、すっごい雑に宝箱もらうよ。びっくり。小さな鍵。試練の祠の中にある扉を開けることができる鍵。わあ、小さな鍵。ちょっとなんか、ね、時のオカリナとかさ、ムジラの仮面とかの懐かしの小さな鍵。そしてこっちもかな。あ、こっちは動いてるんだ。なるほど。あの、くぼみ自体がね。なるほど。どれぐらいの感じで飛んでいくかはわかんないな。これは落ちてしまったらもうアウトかな。取りに行けないかな。一旦、あ、今ぐらいだとどう？いけるんじゃない。やだ。やだ。しかも、なんか、いい音も鳴ってくれた。これは、あ、転がってる。めっちゃ才能あるかもしれない。あ、氷の矢。矢は嬉しいね。氷の力が封じられた矢、5本セット。とてもありがたい。そして、あと3つは失敗した時用かな？かな？たぶん、うん。そうだね。これ小さな鍵で開きそうだね。開いた。よかった。やったー、成功ー。めっちゃ気持ちいいこれすっごいさっくりとできた。これ向いてる器が手に入るはず。手に入る、増えるはず。克服の証、3つ目、体力も回復できました。ありがとうございます。そしてこちら出てきまして、これがでもさ、道がつながっているとかっていうことじゃない？あ、いや、つながってる。あ、つながってる。ふんわりと道が、あ、でも、ここで終わりだね。あ、気になるものがいろいろあるけど、めっちゃ道っていうほどでもない。ここからはどこにどう行けばいいんだろう。でもとりあえず降りて登る。まあ、雨降ってるから厳しいかな。どちらかどこかの、あ、こっちの方が近いかな。
土地に降り立ちたいよ。でなるべくこう上から上から上から行きたいんだ。よし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 。こうやって結構これ一番上に来れたんじゃないかなと思うので、改めてまた探したいよね。祠見えるところないかどうかとかさ。とそこここそこそこそのさ、なんだろう、囲われてるところ若干気になるから行ってみてもいいかな。コログさんとかがいそうではある。タコの人、ここは上がれる、上がれ、上がれる、上がれない。そういう感じになるのね。雨降ってるから。行けた行けたけど、別に何があるでもない感じ。そこの鎖は、鎖は何もできないのか。全部そうなのかな、どうなのかな、何かするのかな、ここ何かできるのかな。一旦、こういう時はこうしてみる。おー、宝箱あるのに。できた、できた、できた、できる。ちょっと届かないかな。あれ絶対宝箱でしょ、あの感じ。でもなんか結構まっすぐにいると思うのにダメだ。上からじゃないとダメかな。もう少しここに立てる。リンク、そこに、そこに、そうで、改めてこう、これでどう。違うのかな、違うのかな。となるとここと覚えて、こうしてこうしてこう、こうしてこうして、でこの辺でこう。いやそんなピンポイントではできないな。でも行ったらいいのか。こう押して押して上がる上がる、えい。でこの辺に、この辺に、あれ、この辺にあると思うんだけど宝箱。こうして、なんかちょっと違う。宝箱ここだ。しかもできるできる。遠かったのか。えい。もうちょっと手前に。よし、そこでいいや。えい、やった。えい、開く。紫ルピー、よかった。それはよかった。タコの人先に倒したいから、これがいいかな。ダメ、使っちゃダメ。電気の矢はもしかしたら電気の矢だけを集めるっていう可能性があるから、ライネルさんね、挑まなくてももしかしたらこれだけ集めるでなんとかなる。ダメだ、ない。他になんか普通の木の矢がないから、爆弾とかの方がいいのか、そういう時って。こうしてこうして、こうして、えい、やだなやだな。でもちょっと届かなかったから、危ない。こうしてこうして、こうして、こうすれば、よし、よし、行く手は阻んだ。とりあえず行く手が阻めれば、それはそれで。で、もう一個何か、すごいのがあるね。あれ、行ってみるとしようか。となると、上がらなければいけない。上がって、危ないって。で、投げる。えい。どうだ。ダメだ。こ、ダメなのかな。今なんとかなってる。危ない。ちょっと危ないな。倒した。
すんごい無理やり倒した。で、魚が生まれた。ハイラルバス手に入れて、で、改めてこれはこれはこうして、すごい、これいっぱい使うな。これは、あ、動かせるけど、なんだこれは、これなんだ。何のためにある。なまっちゃった。何のための、あ、宝箱か。宝箱が、あ、取れないぞ。この宝箱はどうやって取るんだ。この宝箱はでもこうできないの。でもなんかここにもあったな。なんかめちゃめちゃ、あ、それはさっきの宝箱。あれはまた別の宝箱？え、あれは反応してない。これ何なんだろう？いるのかな？とりあえず、陸地に上げてみようか。奥に移動して、とりあえずここ置いとこう。で、とはいえ、あ、これこそそうか。アイス作って、だね。アイス目、ええか。あ、こうしたら、上がってきそうじゃない？よし。はい。これで、あ、一個しかない。なんでだ。で、買って、開く。これは？サファイア。アイラルで取れる貴重な鉱石。もう一個は？もう一個どこ行っちゃった？ここで、いいか。あ、でも、あ、重なっちゃうから作れないか。こうして、これを壊せないな。あ、横にできてる。まあいいか。ちょっと取りにくいからいいか。あっちは何？あっちは。えい。こっちにも岩あるけど、どうしていいものやら。えい。これは、どういう、登ってみる。特に何事もない。なんだろうな。なんか意味ありげな感じするのに。これも同じ感じかな。上げた方がいいのかな。あ、でもここにはなんか作れそうにない。なんだこの岩たちは。あ、左右、両方に、違うか。三つあるもんね。三つあるから違うか。ここいける、リンク。ちょっと、あ、大丈夫。三つあるから、今この上げたやつを向こうにはめ込むのかなーって思ったけど、なんか違うかもしれない。けど、どうしても気持ち悪いからやってみようかな。剣層を手に入れて、こうして、こうするじゃない。そっちに。違うかなぁ。なんか違うかもしれないけど、なんか、やってみたい。なんだろうな。コラボさんが出てきたりとかっていうことなのかしら。そこのさ、台座みたいなところに、はめ込んでみたい。そうして、どこまで奥に移動できる？もうちょっと奥に。あ、電波が。電波？届かない。そこに、どう？あ、ダメだ。あー前途多難すぎる。これ何事もなかったらどうしよう。ここに、作りたい。アイスメーカーがしたかった。ここに、あれかな？もういっぱい作ってるからダメなのかな？あれ、壊すのどうしたらいいんだ？なんか壊すみたいなの出てたよね。あ、でも届く。あげて、ここなのよ、ここ。はめてみて、あー。ここ。めっちゃ手前に。ここ。そう、ここ。画面が見えない。もうちょっと。手前に。そう。ここ、どう？何もない。嘘でしょ？
何もない。何なんだろう、じゃあここ何なんだろう。全く分かんなかったし、リンクが大変なことになってる。ちょっとリンク、なんか ところに立って、よし回復したら、ちょっとでも上がって飛び込まないと危ないか。大変だなリンク、申し訳ないな。ちょっとリンク、今雨止んでる、今しか上がれないかもしれない。上がって、よし、なんとかなったとします。で、今ここはどのあたりにいるの？さて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、いいね、フォローなどなどどうぞよろしくお願いいたします。ではでは。